成田街道は、水戸街道新宿から分岐して、千葉県船橋市や桜市を経由して、成田山新勝寺に至る街道である。別称として、水戸桜道がある。千葉県道路愛称名における、成田街道の支店付近蒸気の写真の右手にある、東金尾成街道の分岐点を示す成田街道。同票成田街道は、江戸時代に確立した街道であり、水戸街道の新宿から分岐して、 船橋や桜藩を経由して、成田山新勝寺に至っていた。現在は、千葉県道路愛称名により、国道296号の船橋島江原西の中野木交差点から、印馬群支水町本佐僧、支水交差点と、国道51号の支水町本佐僧、支水交差点から、成田市時代の寺台インターまでの区間を指し示す。ただし、この成田街道は、 江戸時代後期に成田山三景が盛んになってからの愛称であり、江戸幕府の公式文書では桜街道と呼称された。四水塾からは田後半や沢ら、八日市場方面へ向かう多古街道が整備されており、成田山新勝寺に向かう道はその視線であったことに注意を必要とする。なお、別称の水戸桜道は水戸街道から分岐することから由来する。 道中では、江戸川区北小岩3丁目付近で、桜道、船橋市本町4丁目付近で東金尾成街道、道市宮本5丁目で、船橋大臣宮下交差点で、房総王冠、道市奈良市の台4丁目付近で、美もみ街道、陰馬郡市水町上本桜、上本桜で、千葉桜道、成田市成田山新勝寺付近で、沢原街道と接続している。この 三戸街道を阿ビコ宿から分岐して、利根川沿いを通過し、アジキで、銚子街道と分岐して、成田山新勝寺へ向かう道も、同名で呼ばれた。現在は、国道356号と県道18号、成田安直線の一部になっている。ありがとうございます。